柏記念にシャマルを出走させる松下調教師にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは中間の様子から教えてください。はい、前走後一旦フォレストヒルに放牧に出しまして、リフレッシュさせました。で、3週間ぐらい放牧に出して、それから柏記念に向けて、リットトレセンに戻しました。まあ、調教の動き、まあ、息遣い、仕上がりなどはどうでしょうか。そうですね、前走が本当フェブラリーステークスに使いたかったんですけれども、アクシデントがあって使えなかったんで、ちょっと状態一息だなっていう感じがしたんですけど、今回は本当にアクシデントもなく取れたんで、本当に休み明け一度使っていい状態で臨めると思います。まあ、体つき、まあ、中身含めて先生の満足のいく状態ということでしょうか。そうですね、はい、一度使ったことで馬体に張りも出ましたし、調教の動きも格段に良くなったと思います。まあ、その前走ですけど振り返っていただけますか。そうですね、あんまり砂をかぶる競馬をしてこなかったんですけれども、本当に馬込みの中でじっと我慢できて、で抜け出す足も良かったですし、その状態を考えればすごく強い競馬をしてくれたかなと思います。まあ、中身のある競馬ということでしょうか。そうですね、はい、本当にレースの内容、はい、良かったと思います。今までと違う競馬ができたっていうのは、まあ今回につながるということでしょうかね。そうですね、はい、いつも本当に好意の外目を取って競馬してたんですけれども、そうじゃなくても競馬ができましたんで、いろんな、はい、競馬ができるのかなと思います。まあ、年齢的にもまだこれから良くなりそうな馬なのじゃないかなとは思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、はい、今年5歳で、はい、まだまだ頑張れると思います。まあ、去年と比べてなんですけれども、よくはなってきてますか、馬の方は。そうですね、はい、まあ、体つきが特に変わったってことはないと思うんですけれども、その前走、砂をかぶっても競馬できるようになりましたし、本当に良くなっていってると思います。まあ、今回は船橋競馬場が初めてということですけれども、この点についてはいかがですか。そうですね、いろいろな競馬場に遠征して、はい、結果も出してくれてますんで、船橋競馬場初めてですけれども、その点については、はい、問題ないと思います。今回も川田騎手が継続して騎乗するということですけれども、この点についてはどうでしょうか。はい、今回柏記念で4回目の騎乗になりますし、もう本当に手の内に入れてくれてるかなと思います。今回、まあ、1600m の条件で G1 ということですけれども、はい、この点についてはどうでしょうか。そうですね、はい、まあ、1600m は南部杯で走ってますし、さらにチャンピオンズカップでも 1800m も経験してますので、距離に関しても、はい、不安はないと思います。まあ、コース的にも初めてですけど、小回りに近いという、小回りという条件だとは思うんですけれども、はい、まあ、問題なさそうですかね。そうですね、はい、浦和の小回りも経験してますし、コースは、はい、問題ないと思います。まあ、最後になりますけれども、見通しをよろしくお願いします。はい、本当に今回は、いい状態で胸を張って送り出せると思いますので、応援よろしくお願いします。